川内原子力発電所は、鹿児島県薩摩仙台市組崎町にある、九州電力の加圧水型の原子力発電所である、川内原発とも呼称される。本記事では、以下、川内原発と表記する。川内原発は、九州電力としては、現海原子力発電所に次ぐ2カ所目の原子力発電所である。2011年に、 東日本大震災後の最初の定期点検で1.2号機が運転停止した後長く稼働されなかったが2013年7月に国が定めた新規制基準に基づく審査を経て2015年8月と9月にそれぞれ再稼働した新規制基準に基づく再稼働は日本では初めてである再稼働に前後して川内原発周辺の住民らによって 原発の運転差し止めを求める訴訟と仮処分申し立てが起こされ仮処分については2016年4月6日に福岡高等裁判所宮崎支部にて申し立て却下の判決が出た2016年7月10日鹿児島知事選で原発を一旦停止し再検査をすることを公約とした三丹園里氏が現職の伊藤雄一郎を破り初当選し 九州電力に対し即時停止を二度要請したが、その後、10月6日より、九州電力は2016年4月現在、3号機の増設に向けた手続きを行っている。なお、川内川を挟んだ向かい側には、同じく、九州電力が保有する火力発電所の川内発電所がある。地質調査のコア鉄つ造、編集川内原発の建設に先立ち、 候補地の地質調査が行われたが、そこにおいて、ボーリングのコアが差し替えられ、資料が捏造されたとする作業員の訴えがあった。この問題は、国会で追及されることになり、1977年11月21日の参議院科学技術振興対策特別委員会において、川内原発建設予定地におけるコア差し替え問題の集中審議がおよそ3時間半に、 渡って行われた。参考人として、ボーリングに従事した関係者が招致され、コアの差し替えがあったことを証言した。差し替えの手順と目的については、国会会議録の参議院会議録情報第082回、国会科学技術振興対策特別委員会第8号に詳しい。タービン建屋内での死亡事故、編集2010年1月29日、1号機の タービン建屋内で、九州電力社員と協力会社社員の7人が、アンス取り付け作業において、火傷を負う事故があり、そのうち協力会社社員の1人が全身火傷で、同日夜、死亡した。九州電力社員と協力会社社員の2人が、重傷。他の4人は顔や手に軽い火傷と発表された。九州電力の経済産業省への報告によると、 事故は午前7時5分頃に起こり、上側の端子にアースを取り付ける際、4 4 0トの電圧がかかっている。下側の端子にご接触したのが原因とみられ、ショートして火花と高温のガスが発生し、作業員が火傷を負った。九州電力は、下側の電源を切らず、点検したことについては、他の点検作業の都合上、通電していたと説明。 下側の端子に通電していることが作業員に伝わっていたかは調査中である。放射能漏れや被爆はなかったとされる。その後、この事故で死亡した協力会社社員の遺族がなぜ危険な場所で作業をさせていたのかの説明が九州電力側からなされておらず、密室の行為による殺人罪に当たるとして、当時の所長や事情を2013年1月23日付で、 鹿児島地方検察庁に告訴した。その他の故障、トラブル、事故、編集3号機環境影響評価手続きやり直し、義務確認統請求訴訟、編集2010年10月6日、鹿児島地方裁判所にて、鹿児島県内の住民ら65人によって、九州電力に対し、川内原発3号機の増設に関する環境、影響評価のやり直しを求める訴えが起こされた。 原告側は同年1月に九州電力が経済産業省に提出した環境影響評価書において3号機から海へ排出される温水の広がる範囲が故意に狭められているなどと主張した2012年10月23日に鹿児島地裁は住民には評価書の作成にあたって意見を出す機会はあるが評価のやり直しを求める権利まではないとして 原告の訴えを棄却した1.2号機創業差し止め訴訟再稼働差し止め仮処分編集2012年5月30日鹿児島地裁にて南九州3県の住民ら1114人によって九州電力と国に対し川内原発の運転停止を求める訴訟が起こされた原告側は福島第一原子力発電所事故によって原発 そのものが危険であることが明確になったこと、川内原発近くの海底に活断層があり、地震が事故の誘因となる危険があることなどから、定期点検後の運転再開を延期している川内原発1.2号機を今後も操業しないように訴えた。2012年10月16日の第1回口頭弁論で九州電力側は、 川内原発は地震や津波に対する十分な対策を講じて安全性を確保しており福島第一原発事故のような事態に至る危険性はない旨を主張した。2016年4月現在係争中である2014年5月30日には鹿児島地裁にて九州電力に対し川内原発の運転差し止めを求める仮処分の申し立てが鹿児島県 熊本県の住民ら23人によってなされた。原告側は、川内原発の耐震安全性が不十分であり、大地震によって放射の漏れを伴う過酷事故に至りかねないと訴えた。また、川内原発は、再稼働のための審査が進められており、再稼働となれば周辺住民の安全が脅かされ、かねないとして仮処分申し立てに踏み切ったとした。また原告側は、 近隣の火山で大規模な噴火が起きた場合も、川内原発で過酷事故を引き起きかねないと主張した。これに対し九州電力側は、川内原発ではより強い地震にも対応する、安全対策を施したことや、原発が運用されている間に巨大噴火が起こる、可能性が低いことなどを主張した。2015年4月22日に、鹿児島地裁は、 原子力規制委員会による新規制基準の内容や川内原発が新基準に適合したとする判断に不合理はないとしてこの申し立てを却下した。原告の住民ら12人は福岡交際宮崎支部に即時広告を行ったが2016年4月6日交際もこの申し立てを却下した。川内原発の安全性において問題となる火山噴火のリスクについて 福岡高裁宮崎支部西川智一郎裁判長は原子力規制委員会が審査において原発に影響を与える規模の大噴火を事前に予測できることが前提となっているのが不合理だと指摘したもののこうした規模の噴火は頻度が低く社会通念上そのリスクまで考慮することは求められていないという趣旨の意見を述べたまた地震のリスクに関する 安全性についても原子力規制委員会の審査に問題ないとの判断を示した。原告の住民側は最高裁判所への特別抗告を見合わせ、係争中の2012年からの差し止め訴訟にて継続して主張していく旨を表明した。鹿児島県北西部地震を含む1990年以降、川内原発 30km 圏内で発生した地震の震源マップ。 赤星印が川内原発2015年4月20日から2015年4月19日までの過去1年間に震源の深さ 0km20km 以内で発生した川内原発周辺の地震の震源マップ赤星印が川内原発新規制基準下での地震対策編集福島第一原発事故後に策定された新規制基準は 原発により厳しい地震対策を求めている。川内原発の新規制基準適合審査にあたり、九州電力は、基準地震動を、福島事故の前と同じ540ガルで申請したが、後に震源を特定しない、地震動620ガルへの対応も追加した。地震学者の石橋克彦も、2015年1月21日開催の、 川内原発設置変更許可に対する異議申し立ての口頭意見陳述会の後に開いた共同記者会見で川内原発の地震対策を批判している。石橋の話によれば九州電力が川内原発の審査書類で原発敷地に影響があると想定したのは過去の内陸近くない地震だけで地震の規模も震度5以内に収まるとした。しかし地震学においては 宮崎県西部地震と同程度の規模の地震が川内原発の近くで起きることが予想されている。また、原発に近い場所でフィリピン海スラブ内での M7.8 程度の地震が起きる可能性もある。にもかかわらず、九州電力の説明を原子力規制委員会は追認してしまったという鹿児島県北西部地震。 編集1997年3月26日、川内原発のある、薩摩仙台市などで起きた、マグニチュード6.5及び6.3の鹿児島県北西部地震及び1997年5月13日、同じく、薩摩仙台市などで起きた、マグニチュード6.1の第二鹿児島県北西部地震の際、自動停止装置は作動せず、川内原発は通常運転を継続した。 いずれの地震も直下型地震であり、最大震度は3月26日の川内市で、震度5強、5月13日の川内市において、震度6弱であった。当時の川内原発の1号機と2号機には、原子炉補助建屋の地表部と地下に、地震用の感知器が設置されており、地表部の感知器が水平方向に260ガル、地下部においては水平方向に160ガル、もしくは、 垂直方向に80ガルを上回った時点で原発の自動停止装置が作動するように設定されていた。ただし感知器に揺れを記録する機能はなく、記録用の地震計は原子炉建屋の基礎縁下22メートルに1台だけ用意されていた。この記録用の地震計によると3月26日の地震では水平方向に64ガル、5月13日の地震では 同68ガルが計測されたが、川内原発からおよそ12キロメートル離れた川内市中郷においては、3月26日の地震で444ガル、5月13日の地震で472ガルが気象庁によって計測されており、数値の隔たりが大きかったことから原発内にある景気の異常が疑われた。そこで、鹿児島県原子力安全対策室が、 地震計とは別に1号機に26箇所設置されている地震応答観測装置のデータ公表を九州電力に求めたところ磁気テープに記録するレコーダーの不調により5月13日における地震データの半数強が失われていたことが判明した。なお、公開されたデータのうち揺れが激しかった箇所は原子炉格納容器の壁で639ル。 外部社兵建屋のドーム長部で6 0 2ガル、燃料、取扱い建屋で428ガルなどであった。平成28年熊本地震、編集2016年4月14日よりより、熊本県、大分県を中心に連続して発生している地震では、同月16日午前1時台の地震において、鹿児島県内で最大震度5弱、薩摩仙台市内で、 最大震度4が記録されているが、川内原発では異常は発生しなかった。また、広報用地震計では、補助て屋最下階で8.6がある、補助て屋1階で12.6があるが測定されており、これは原子炉を自動停止させる目安の数値を下回るものであった。川内原発は1.2号機とも運転を継続し、同月16日には、 丸川玉代原子力防災担当省が運転停止の必要はないとの見解を示したが、原発周辺の住民から一万一の事態を心配する声が上がっている。同じ16日には、日本共産党鹿児島県委員会が九州電力に対し原発の運転中止を要請した桜島あ良カルデラ南薩火山群と ア南ミナミカルデラ、アタカルデラ前日の川内原発差し止め訴訟。仮処分申し立てにおいて、争点の一つになったのが、南九州で過去に起きた巨大噴火が、川内原発のある現在に再び起きた場合の原発への影響である。九州南部にあって、過去に大きな噴火を起こした火山の跡である、格闘カルデラ、小林カルデラ、アイラカルデラ、 アタカルデラはいずれも川内原発から50の 100km の範囲にある。原告側は仮処分申請の広告審において火山学者からの火山学者の多くは南九州の広範囲に被害を及ぼすような大噴火の可能性が低いとは考えていないとする意見を提出した。また九州電力側の火山噴火の数十年前から現れる全長現象を見つけて対応すれば 事故には至らないとする主張に対しては合理性がないと反論した。原子力規制委員会は原子力発電所の発電用軽水型原子炉の新規制基準を2013年7月に制定したが、その中に火山リスクに関するガイドラインがある。ガイドラインでは火山爆発指数7に相当する大規模な噴火の予兆を捉えた場合に原発の運転を停止資格燃料などを搬出する。 方針が定められている。この方針について、火山学者の小山正人も次のように批判している。まず、九州電力による川内原発の審査書類では、原発運転中にカルデラのモニタリングを行うとしているが、米なら相当な噴火を観測によって事前に予測できた事例は、過去にはない上に、マグマだまりは上下に膨らむだけではないため近くの流気速度を、 確かめるだけでは噴火予測はできない。そして、核燃料を原発から搬出する時間を確保できるよう早い時期に予測するのは不可能であるという。また、もしベイナナ相当の噴火で生じた火砕流が川内原発に到達した場合、原発は火砕流堆積物に厚く覆われ、放射性物質が多量に漏れても対処のしようがないと予想されるため、 放射能により日本中が汚染されるリスクも想定しなければならないとしている。川内原発自体についても周囲 160km 圏内に5つ以上のカルデラを有し巨大噴火の火砕流での被害のリスクが国内原発でも最も高いことや過去に3度もの大規模火砕流が原発に到達していることなどを考慮するなら原発立地には全く不適格であると批判している。 九州電力は川内原発の運用中に活動があり、原発に影響を与える可能性が最も高いのは桜島で約12,800年前に発生した桜島薩摩噴火であるとして、同規模の噴火が桜島で起きた場合の火砕流の動きをシミュレーションし、原発には影響がないと結論付けている。九州電力はさらに、 外部電源喪失時の非常用ディーゼル発電機が火山灰を吸って使用不能にならないような措置を施したり敷地内に積もった火山灰を除去する車両などを配備するなどしたこうした対策もあって原子力規制委員会は川内原発が新規制基準に適合していると判断した川内原発は桜島の北西約 50km の場所にある2015年8月に 桜島の噴火警戒レベルが上がり、2016年2月には爆発的なマグマ噴火が発生したが、九州電力は、現在の桜島の活動は、川内原発に影響を与えないとして、特に対策を取ることはなかった。防災訓練、編集川内原発での事故に備えた、大規模な原子力防災訓練が実施されている。いずれも、震度6の地震により、 川内原発が全交流電源喪失し、原子炉が冷却不能となって放射能漏れに至った事態を想定している。2013年10月11日12日には原子力災害対策特別措置法に基づく原子力総合防災訓練が国によって実施された。大地震によって川内原発で放射能漏れが起きたとの想定で通信連絡訓練、避難訓練、 緊急被爆医療措置訓練などを行った。内閣府などの中央機関、九州電力、鹿児島県及び原発から3 0トル圏内の自治体と住民が参加した。国による訓練は、川内原発では、これが初めてであった。なお、この避難訓練の対象地域から外れていた鹿児島市、阿久根市、日置市、長島町の4市町も、独自に訓練を実施した。 2015年12月20日には、同年8月の再稼働後の初めての訓練となる、鹿児島県による原子力防災訓練が実施された。これは、鹿児島県や薩摩仙台市などの自治体が策定した地域防災計画原子力災害対策編の実効性の確認も目的としており、鹿児島県周辺自治体とその住民、内閣府と原子力規制庁、 自衛隊などの行政機関が参加した以上の大規模な訓練のほか2013年10月から2015年3月にかけて原子力災害対策特別措置法に基づく小規模な訓練が複数回行われている事故の対応手順の習得のための訓練や複数の訓練を組み合わせた総合訓練で九州電力によって実施された 2015年8月の再稼働に先立ち、川内原発の事故発生時の避難計画には不備があることが地元住民のほか、薩摩仙台市長、岩切秀夫、原子力規制を監視する市民の会代表、坂上武氏などから指摘されている。また、2015年11月の毎日新聞の報道によれば、原発周辺の 30km 圏内にいる障害者や高齢者が、 他の自治体へ避難した際の受け入れ先となる福祉避難所の収容人数も不足しているという。また、社内独自での訓練として、川内原発の施設内の電源喪失時に隣接する川内火力発電所の電力を補助電源として供給するための訓練も行われている。安定用素材の配布飛び地区、編集2014年7月27日。 鹿児島県と薩摩仙台市は、川内原発から半径 5km 圏内の住民に安定要素材を一斉配布している。原子力規制委員会の指針に基づいた要素材の配布は、これが全国で初めてのケースとなる。なお、半径 5km 圏外の住民には、原子力災害対策重点区域に指定されている、半径 30km 圏内用に45万7000が、 用意されている。また、鹿児島県内の保健所9カ所と鹿児島県警に合計50万3000錠が備蓄されている。管理並びに購入は各自治体に委託されており、錠剤の使用期限は3年である。一例として、鹿児島県が2010年度に購入した安定要素材8万1000錠及び粉末300グラムの金額は43万6000円であった。 2015年8月には、鹿児島県が原発から半径5キロメートルの範囲にある、小学校、中学校、保育園での安定用素材の配備を検討していることが報道された。九州電力は1980年1月、川内原子力発電所展示館を開設した。展示館は、薩摩仙台市久崎町にあり、原子力発電所全体の模型や、 実物大の原子炉模型などが展示されており、原子力発電の仕組みなどを学ぶことができる。首都日本石黒明るの小説に、川内原発が登場する。小説中では、霧島の本体である、格闘カルデラが大規模な噴火を起こす前に、川内原発を廃炉に四角燃料を撤去していた、ことから、格闘カルデラからの火砕流が到達しても、 放射性物質の漏洩による汚染を免れたとされる。ありがとうございます。